ああ、いいですよ、いいですよ。じゃあ、これ消した方がいいですか。いや、それに関して、はいはい、というか、時間の捉え方っていうか、うん、早くやらないといけない、落ち着きがないとかっていう、こう、うん、時間、こうやっぱせっかちな時間っていうのは、私もあるんですけど、はい、もうすごいせっかち、うん、そういう、こう、時間の、どういうんですかね、捉え方っていうか、なんかそれをこう一歩ずらしてこうなんか落ち着くような、なんかそういう時間の見つめ方とか、そういうのがどうしたらいいかっていうことですね。はいはい、私も落ち着き、せっかちなところがあるんですけど、どうしたらせっかちじゃなくなるようにできますかと、はい、こういうことですね。まあこのね、この方の例とはまた全然違います。じゃあなぜせっかち、ね、これは落ち着きがない、ね、早くやらなくちゃ早くやらなくちゃっていうふうに思って落ち着きがない、ね、じゃあ森田さんの場合は、どうでしょう。私はせっかちだ。違うかというと、森田さんの場合は一つのものを中途半端にして次に移ることはないでしょ。ないですね。ないですよね。そう、さっきの方の場合は本当に中途半端にして次に移っていくね。それはもうせき立てられてるんです、ね、森田さんの場合はせっかちっていうのはね、こういうことです。そう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 。なるほどな。ね、思い通りに物事が進んでないとイライラする。例えば運転していたとしてね、ナビにね、2時間って書いてある。ね、早そのさっきの人のひろこさんの場合は2時間が1時間になるぐらいの勢いで早く早く早くって、ね、でも森田さんは2時間って書いてたら2時間で行くなら全然 OK って感じでしょ、ね、2時間を早く早く1時間半にしないと1時間にしないとっていうふうにはならないでしょ。でも2時間が3時間にかかると絶対イライラするんです。2時間って書いてあるのに。そうですね。そうです。そう。これがせっかちってことです。ね、じゃあなんで思い通りに物事が進まないとイライラするんですか。もう頭がこうどういうんですかね。これが1時間でできると思ったらそうなっちゃってるので。うん、それと違うことになると、どうして、どうしてイライラする、どうしてですか林さん。聞いてました、聞いてました、はい、聞いてました。どういう話だったちょっと確認してみましょうか。さっきの質問と今の質問と何が違ってました。ひろこさんの場合は、うん、とにかく急いでやらなくてっていうことで、うん、焦ってやってしまった、ね、うん、そうでした。時間が決まったらそれよりも早くやらないといけないと思うんですけど、森田さんの場合はその時間を逆に過ぎるとイライラしてくるっていうんですか。あ、言葉うまいですからね、ちゃんとこう抑えないと騙されるこの人。そうでしたっけ
思いときたい。ひろこさんの場合はどうでした？それも早く、なんか時間よりも早くしないといけないでした？でした？そういう話でした？あれ覚えてます？覚えてます？やってる最中から早くやれ早くやれってせき立てられている。だからいつもやり始めたらせき立てられているのがひろこさんと。だからその結果早くやらないと早くやらないとって思ってるだけであって、ね、なんかこうスピード強のようにブーンって滑り出してワンワンワンっていうのがね、こういう速さってこととはまた違う。だからいつも、ね、不安な状態になってる。わかりました？はい、はい、で、どうして思い通りに進んでないとイライラするんですか？森田さん、決まったものが自分の中にこうあるので、うんうん、それと全く違うものが来ると、うんうん、決まったものね、決まったものがあって、決まったものじゃないことが起きると、なんでイライラする？そういうものがこう邪魔するような。なんで、なんで、なんで思い通りに物事が進んでいるとイライラしないんですか？なんで、なんで清盛さん、あ、今、この方のあれですか？あ、そう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 、ひろこさんのことを一回忘れて、ね、思い通りに物事が進んでないとどうして、これよくさっきのこととは意外違う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 、さっきのことはいつもやるときにせき立てられてるように感じるっていう ね、うん、ね、それはやりたくないことをやるときに責めないとやらないから、うん、だからせき立てられてるように感じる。で、これはこれはどうして、じゃ先ほど言われた答え、先言われたことですね、はい、上田さんがまた違う答えですか？森田さんが今おっしゃった何、この時間通りできてるとかいいけども、うん、オーバーした時にはなるという話、さっき言わなかったです。だからそれはどうしてって、どうして、いや、いや、それそれだけですか？どうして、そうそうそう、どうして、どうして、どうしてですか？どうして、どうして、どうして、すべてのこと、すべてのことが自分で予見できる想定内のことだと思っているから。おー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 、近い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 。で、もうちょっと発展して発展して、林さん聞いてみましょう。ああ、何ですか？がの通りにならない。おー、がの通り、そうそう、がの通りね、思い通りっていうのはがの通りね、うん、がの通りにならないとどうしてイライラする？どうして、煩悩っていうものの、はい、煩悩はまたちょっと違いますね。煩悩はちょっとここでは関係ないですね。ちょっと林さん切りましょうか。固定概念、固定概念来ましたね、この林さん独特のこの言葉の表現壊るべきみたいな、自分本位の、自分本位、また林さん独特の言葉なんでいいですね、そこがいいんですよ、そこ、その自分のこの言葉を使うっていうのは大事です。自分の言葉を使うことによって、あ、自分ってこうね、こういう人間だって分かるでしょ、ね、どしどし当てていきますから、ね、でこれはですね、その思い通り、まさにね、がの通りってことなんです。思い通りっていうのはがの通り、がの通りっていうことはイコール、
自分の思っている世界こそ現実だと思ってるってことです、ね、例えば自分がこうね、これぐらいで終わると思ったらこれぐらいで終わるっていうことが、これがこの世の現実なんだっていうことなんです、ね、もしそれが違っていたとしたらどうなる？どうなる？森田さん、どうなる？自分の思っていることと現実が食い違ってるとしたら、食い違ってるとしたら受け入れられないんですよね。思っていることと現実が食い違ってるとしたらね、自分が例えば大丈夫だと思っていることも自分だけが大丈夫だと思ってるだけになるんです、ね、例えばさっきの林さんの話で言うなら、林さんの中では自分はこんな自分だ、お粗末な自分だっていうふうに言う、ね、これは自分の中で、ね、こんな自分と下げればみんなは許してもらえるっていう思い込みの中にいるでしょ。わかります？思い込み、林さんわかります？自分の思い込みの中にいるってことなんです。思い込みの中にね、だから思い込みの中にいるときは、いわゆる現実に例えば川田さんがこう訴えてきたことも、川田さんが何を訴えたいかっていうのを聞いてないわけ。見てない。聞いてるつもりだよ、聞いてるつもりだけど自分の世界の中だけでいるわけ。この自分の中だけの世界、ね、にいるんだっていうことがね、こう気づいてないと、自分の思い込みの世界なんだっていうことに気づかないと、ね、自分っていうものを本当は何も知らない、この世界のことを何にも知らない、ね、ままで生きておれるわけ。わかりますかね。例えば思い通りに、思い通りに物事が進んでいたならば、この世界のことを何にも見なくて済むでしょ。わかりますかね。自分のことも何にも見なくて済むでしょ。だって自分って自分の思っている自分が自分だと思ってる。この我の世界っていうのは、この世界っていうのは自分の思っている自分だし、自分の思っている世界なんだっていうふうに思ってる。それが仏教を聞いていくと、仏教を聞いていくとね、自分の思っている私はあくまでも自分が思っているだけなんだってなるんです、ね、じゃあ自分の思っている自分と本当の自分との間にこうギャップがあるわけね。それが思い通りに物事が進んでない時に、自分の思っている自分が自分じゃないってこう感じるわけで、本当の自分が見えるんです。この時に物事が進んでない時、それをイライラするってことは イライラするってことは本当の自分を否定してるってことです。なぜかって言ったら、自分の思っている自分のままでいたいから。だって自分ってね、そのまあいわゆる林さんの例を見るとすごくよくわかると思うんだけど、林さんっていう人は自分の思っている林さん像っていうのがあるわけ、ね、自分の思っている林さん像、
ね、例えば林さんの中で自分はこういう人間だっていう林さん像があって、ね、それを崩さないように崩さないように生きてるように感じるでしょ。ね、それは現実ではこうみんなは思ってるのに自分の中ではこう思ってるっていうね、現実を一切こう受け取らないことによって自分も変わらないし自分の世界も変わらないままでいるっていう、こういう状態なの。だから林さんだったら本当の林さんは林さん自身も分かってないわけで、本当の林さんに気づかないように林さん自身が生きてるわけ。だからこう一生懸命訴えていてもね、川田さんは A って言ったらその林さんの中で B って受け取ってるような感じで、自分の世界の中で自分の世界の中で受け取ってる、ね、これと同じように森田さんも自分の世界の中だけで生きてるんです。それが思い通りにならないことが起きるとね、せっかちっていうことはいわゆる人が悪いか世界が悪いかっていうふうになって、自分は思い自分の思ってる世界と現実が食い違ってるというふうには思わないわけ、うん、それによってまあ一番私たちであるのはね、自分は死なないと思ってるでしょ明日は。あ、はい、だから死なないですよね、うん、明日になってもやっぱり明日は死なないと思ってますよね。だから死なないですよね。明後日になってもずっと明日は死なないと思ってますよね。1年後になっても明日は死なないと思ってますよね。だから死なないですよね。死なない。死なない。死なないですよね。自分が明日は死なないと思っている限り死なないですよね。で、どっかでこう、あ、死ぬんじゃないかと思った時に死ぬんですよね。そうでしょ？違いました？うん、それが受け入れられないんですよね。そう。結局自分この自分の思ってる世界が自分が思ってるだけなんだっていうふうになるとね、もう今まで感じたことのないような不安が起きてくる。その一番の元がで、まあ、2つあって、一つは自分だと思ってる自分が本当は自分じゃないっていうことと、もう一つは自分が生きておれると思ってる間は生きておれると思ってるんです。自分は死なないって思ってる限り死なないんです、うん、だから死ぬって思ったら死ぬけど死なないと思ってる間は死なないって思ってる。それが思ってるだけで思い込みなんだってなっちゃうんです。これが分かったら、これが怖いんです。何が怖いか、今自分だと思ってる自分は本当の自分じゃないっていうことに気づくのが怖い。そして本当の自分はいつもこの自分の思ってる自分によって否定されてるっていう、これが分かったらね、思い通りにならないことっていうのは、ああ自分の思っていることと現実が食い違ってるんだなっていうことを教えてくれる縁なんです。だから、ああそうか、自分は思い通りになると思ってるけどそうじゃない時もあるな、これでね、受け入れていくことが大事ですね。ちょっと難しかったです。いや、わかりました。ありがとう。はい、林さん分かりました。はい、どういうこと。自分が思ってる世界は、うん、結局自分が勝手に思ってるだけで、うん、現実の自分とは違うというか、うん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 、そう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 、違うするというか、そう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 、ということは自分に置き換えると、ここが大事。自分はなんかこうはならないと
ていう自分のなんか思うそういうものがあるけれども、うん、現実は本当は違う自分で、うん、そういう自分なんだって自覚して、うん、現実はそう違うから、はい、からそんなに現実は違うから、はい、その現実の自分を受け入れるんじゃない、知らないの。ああ知らないね。だから林さんの思ってる自分っていうのは林さんが思ってるだけなわけ、はい、ね、それを自分っていうのはね本当は何もわからない、この森田さんの話だったらね、この話を通していわゆる自分の思っている世界の中にいるってことなんです。これは自分の思ってる世界、ね、で林さんで自分の思っている世界の中にいるってことなんです。それが思い込みであって現実と食い違ってるっていうことが分かったらどうなる、どうなる林さんだったら。そんな格好つけないで。違う、不安になるんです。あれだけ話をしても分かったでしょ、全然不安にならないでしょ。だから受け取ってないっていう。本当に分かったらね、自分の思い込みの世界が崩れていくんです。思い込みだけなんだなってなるんですね。林さんの中に黄金の方程式があるんです。もう自分はお粗末な人間ですって言ったら、まあ仕方ないねって許してくれるというこの構図が出来上がってるんです。それが自分の思い込みだけなんだなってなったらどう？恐ろしいっていうか、うん、そうそうなんですよ。その恐ろしいっていう自覚がないの。自分の今までの黄金のワンパターンで通じないっていうことなの。ね？そしたら恐ろしいでしょ？と感じました、さっき。まあ、本当に感じてなかったですね。それがこの思い通りの世界の中に生きてるっていう。こういうことですね。はい。